はい、どうも、園芸ファクトリーのゆうきです。今日ははなちゃんのトレーニングをですねしていきます。この間まで立って歩いてとかやっておりましたが、今輪抜けを練習しだしました。輪抜けの成果も披露していきたいと思います。一通り全部ですねやっていきますので、皆さんで見て楽しんでいただければと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。一番最初に今立って歩くパライですね。最初にやってるこの基礎的なやつですね、今やっております。はい、今ねずっと長く立たしてることによって姿勢をねどん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 改善していっております。やっぱり人間も猿もそうですけど、立ち姿勢が綺麗だとですね見てて圧巻です。それをね目指してはなちゃんもやっております。さつきちゃんがご飯食べてますけど、はなちゃんもご飯ねもぐもぐ食べながらやってます。前のトレーニング動画見ていただいた方からしてみたらですね、衝撃的な感じになると思います。花だいぶ安定してるね。花ね、うん、どう頑張ってるでしょうみたいな感じですね。輪抜けの練習をするのに椅子を使うので、椅子に座るということもですねやっております。このように椅子から椅子へ移動するという練習もしております。椅子に座るのもすごい大変だったりするんですけど、すぐやっちゃったのでね、その成果見てもらえればと思います。だんだん芸を覚えてくると勝手にねやり始めてきちゃうんですよね。こうやってね自分で考えてやるようになってくるんですよね。だから勝手に芸をしちゃいけないっていうことを教えないといけないです。勝手に芸をする恐れさんになっちゃうので、トレーナーの指示で動く、それをやってます。ダメ、今のちゃんと目の前で立たせないと、そこで立つようになっちゃうよ。普段からこのトレーニングしてないでしょ。キー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 っていうのは分かってないよ。いつもTikTok 配信でですね経過をねリアルタイムでお見せしたりとかしてるんですけども、 TikTok まだ見てない方がいらっしゃると思いますんでね、その方たちにとってはこれは衝撃的なこのね進化ですね。最初はトレーナーがね手取り足取りを教えて、椅子に座らせるまで座ったりとかして、後ろについてあげて直接座らせたりとか移動とかしてるんですけど、今は美咲ちゃんが真ん中にいる状態で横に座りに行くとかするようになりました。一番最初に教えた立つっていうね練習、どこ行っても立つって言えば立つようになるので、輪抜け教えていくときに必要なことです。一番最初に教えてる基礎的なことって全部で、ね、全ての芸にこうやってつながってくることなのでね、それをおろそかにしてしまうと芸もですねお猿さんも人間も中途半端になるので、スピーディーにかつ繊細に教えていきます。最初はもう輪に触れることすらも嫌がってたんですけど、今はこの通り輪に触れずに座れるようになってきました。椅子に座った時と一緒で、美咲ちゃんが真ん中にいた状態ではいって言えば飛べるようにねどんどんなっていきますので、この途中ですね、右からやるときはね真ん中に寄りで入っていって飛ぶんだけど、左側のときにはそこにいる状態で入っていってるから、一緒に輪が動きながら入っていってるから混乱するから、輪を動かさないようにして入っていって来させるようにしな。はい、違う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 、いや美咲ちゃんが待てって言って待たして、それで真ん中寄りに行って入って言えばいいだけだから、まだよの練習しなさいよ、ちゃんとまだよの練習を。これ今どんな状況かと言いますとですね、椅子に飛ばってすぐに飛ばせるっていう風に教えちゃってるので、本人はね花の解釈が違うんですよね。人間がねずっとなんかできてるつもりでやってるとこういうことなんですよね。花の解釈と人間の解釈が違うってことで、それを整理しなきゃいけない状態ですね。でこういう風になりますね。ちょっとでもやると応用が効かなくなり崩れていきます。人間のおごりですね。完全にトレーニングができてると思い込んで、トレーニングは本当に覚えたかどうかは失敗をさせるトレーニングっていうのをしなければいけないんですけど、その段階に来てるんですが、そういうトレーニングをしないからこういうことなんですね。こんな失敗しないようになんかそーっとそーっと、そんなトレーニングの仕方を俺教えたつもりないんだけど、なんでそういう風になってんの今。あそうするとまた褒めることを忘れますね。こうやってねすぐにね、それができなくなりますよね。完全なこれはもう美咲ちゃんの欠点ですね。1個言うとできなくなる全部ね。なんでさまだよって言って頑張って待ってる時に褒めないの、どっちが大事なの。褒めることなんて、褒めること大事って分かっててじゃあできないの、矛盾してんじゃん。よくよく考えてみて、自分でトレーニングした時に何をやった時が一番できるようになったのかを考えてみな。ちゃんと動いたら指摘をするだけなんだよ。何が悪いかを分からしてあげてんの。はい、なんで主導権を花に譲ってんの。はい、真ん中に行って輪を置いて、はいって言ったら飛べるようにしないと。だからなんで同時にやんの、真ん中に来た瞬間にはいって言って飛ばせんの。待てよっていうことを練習してるんでしょ今。一緒くたにやってるからそうやって混乱してやってるんでしょって言ってんの。単純に真ん中にいてこうやって輪を出しててもはいって言わなきゃくぐらせないっていう風にすればいいだけの話じゃないの。本人はやってるつもりなんですけどね、まあこれ見てもらったら分かるんですけど全くできてないですね。単純シンプルですよ。
はいって言うまでは飛んじゃいけないって教えなきゃいけないだけなんですね。だから輪を出してようが動いてようが、動いたらダメだし、言わなければ飛んじゃいけないっていうのを単純シンプルに教えるだけなんですね。それをやった時に怒ったりとか指摘をしてやらせないようにするのがトレーニングなんですが、今見ていただいた通りそれができてないからこういうことなんですね。怒らないように怒らないようにそーっとやって、さらに主導権を握られてるのが今の状態ですね。美咲ちゃんのトレーニングは何を求めてるのか花が分かっていないので、ああやって反抗したりとか混乱したりとかするんですね。ダメなところを一個一個直すだけなんです、トレーニングは。あとはもう自分の考える力がつかなければ、いつまで経ってもですね、ちゃんとまともにトレーニングができないんですね。すごい厳しい言い方なんですけど、一番やっぱり混乱するのはやっぱり花ちゃんであって猿なので、混乱しないように導いてあげることがやっぱりすごい大事なんですね。花が勝手に飛ぼうとしてるんですね、ワーを見てるから。今までこのトレーニングをしてこなかったんで、前に差し出されたら飛ぶっていうような感じで今多分思ってるんでしょうね。それを今まで指摘をされなかったので、なんでっていうことで怒ってるんですね。だからここから先は輪を見せても、はいって言わなければ飛んじゃいけないっていうのを花ちゃんに教えなきゃいけないんです。こうやってね、これなんでやるようになったか分かった？自分が無意識に紐を引っ張りながらさ、はいって言ってさ飛ばしてるわけだから飛びに行くの。自分の認識とさ花の認識は違うんだよ。花は引っ張られたら飛ぶっていう風に思ってるから、ああやって飛ぼう飛ぼう飛ぼうすんだよ。下に垂れてる状態だから飛ばないわけ。棚を外して、もう行ってみ、入ってて、はい、できてるつもりでいるとこういうことになるの。何もできてないっていうのが分かった。これで適当なトレーニングを毎日やってるってことだよ。悪いところは即直して、褒めて強化する。花はどこ指摘されてるのか分かってないからね。指摘はどこすんの今の場面で。手をって分かってんじゃん。なんで手をって分かってそれをやんないの。棚の指摘は何になってんの。体勢を起こさなきゃいけないんだよ。で、悪いのはどこなの今。手をついてるから必然的に体勢が前に。そうだよね、手をつかせなければ体勢なんて悪くなんないよね。根本的に考えが間違ってるよね、そもそも。癖づいてるんですね、本人の中でね。棚をずっと使い続ける結果こうですね。一番最初の基礎的なことが分かんなくなるんですね。こうやってね、もう体に染み付いてるんです、この紐を使うことが。スピード感がない、全部トレーニングで。違うってんだ。スピード感あっても同じことやってたら意味ねえでしょうよ。紐が引っ張ってるからそれ行くでしょうよ。早くやっても雑になんないでよ。混乱してんだからそこの練習だけすりゃいいじゃん。早くやるの、はい、早くやるのっていうのは早く動くのってことね。テキパキやりながらそこを待てよっていうのを教えてるんだから。テキパキやんなさいってそこを飛ばせろって言ってないの。飛ばさないでいいから真ん中に行ってさ、スピーディーに動いてみよう。で飛ばしてみ、はいって言って、はい、タラタラ歩かせないようにするのどうするって言ったっけ。自分が走る。それも言ってるよね。繊細じゃないんですよね。全くできてないね。言葉でしか分かってない、理解してないよ俺が言ってること。頭で分かってないからできないんだよ。輪を飛んでるからできてきたねって思うかもしんないし、リスナーさんがあーできてきてるね、顔つきも違ったね、違ってるねって言って言われるかもしれないけど、できてるつもりになってるだけ。悪いところは何なのかを考えて、その場ですぐ直してあげて、こうやって整理を一つ一つつけてあげて、それがトレーニングだよ。言われたことを無視して自分勝手にこういう風にやることはトレーニングとは言わないんだよ。なんでそういう形で教えるのかって、それが一番ずっと先代からずっと続いてきて、それが一番効率的だからそういうトレーニングになってんだよ。自分でアレンジするなんて100年早いって。まずは言われたこと、基礎を全部ちゃんと頭の中に入れて、それをできるようにシミュレーションしてトレーニングに臨んで、でなんでできないのかも自分で考えなよ。怒るとかの問題じゃないよこれは。まあ一見ねできたように見えるかもしれませんが、人間の主観でできたっていうふうに思ってるんですけど、かなちゃんの認識が違ったりとかするっていうことをですね、僕は今日教えたいなって思って今やっております。人間も猿もね、失敗して学ぶことがたくさんありますし、それによってどん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 、まあ、成長していってもらえたらなと思うんですが、今日のトレーニングはね、これはどうなのかっていうのはですね、まあ、本人に考えてもらって臨んでもらえればなと思います。ではまた。